はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2024年令和6年の7月2日の火曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで、今日は7月の2日ということですけれども、今日もですね、梅雨っぽい季節の東京地方で、もう朝からですね、気温はまあ27、8度ぐらいで、今日は30度前後ぐらいまで気温が上がるという方ですけれども、湿度がもう 90% ぐらいということで、本当にですね、この空気がベタベタと体にまとわりついてくるような、そしてこの水分の重さなのか、もう空気そのものがですね、なんとなく重く体にのしかかってくるような、そんなですね、なんかこう少し水中の中とまではもちろん言いませんけれども、なんかこうなんていうでしょうね、普通にこの空気の中を動いているというよりは、なんかこう薄いこうベールのような、まあ、もしくはですね、もやのような中を歩いているような、そんな気すらしてくるような、そんな湿度の高さを感じます。で、今日ですね、自分なりに学びたい四字熟語についてはですね、昨日7月1日から、ですね、富士山のですね、山梨口側からの入山規制が始まったということで、この富士山の入山規制に学ぶ菊上旬というですね、四字熟語を学びたいなと思っています。菊順序か。で、このですね、菊順序の木はですね、コンパスという意味があるらしくて、そして句はですね、このなんか、方形というかですね、少し円がかったものを書くような金尺を表して、菊上、順序の順はですね、水平器を測る、水平を測る水準器のことを指して、そして順という縄という字ですね、上か。上という字は直線を描くときのですね、引き積みと言ったらいいんですかね。昔私たちが子供の頃には大工さんとかがこの木にですね、炭がついた紐のようなものを引っ張って、そしてそれをパチンと弾くことで、まっすぐしたまっすぐのですね、線を描くことができるというような作業をしていることを覚えていて、もう今ではすっかりそんな光景は見ることありませんけれども、まあ、そういう意味での、縄とかですね、まあ、そういうものを表すのが、上というですね、縄という字ですね、それを合わせて、菊順序というそうですけれども、この菊順序という言葉で物事や行為の標準とか基準になるものを指すような手本とかですね、規制を指すということがこの菊順序という言葉になります。で、要するにですね、今回富士山の入山規制ということで、まあ、1日あたりの入山できる人数を絞ることによって、渋滞の緩和とか、それからゴミ問題とかですね、それからあとは弾丸登山を減らすというかなくすということが大前提ということだそうで、やはり、まあ、何の規制とかですね、何の制限もない中ですと、まあ、本当に軽装でですね、まあ、その日に来て、まあ、登ってしまおうということで途中で具合が悪くなるような人だとか、もしくはですね、何らかの事情で体調が悪くなって救急を呼ぶような、そんなケースも今まではあったということだそうですから、まあ、そういうことがないように、1日の入山できる人を絞ってですね、規制をかけて、そしてまあ安全第一、そして混雑緩和、そして何よりもゴミも含めてですね、まあ、他の入山される方々、登山される方々が気持ちよく安全にですね、登山を楽しむことができるとできるようにという制限だそうです。まあ、こういう制限がなければやはりですね、まあマナーの問題、それからまあ混雑の問題、そしていろいろな意味でですね、規制がなければなかなかこういうことが達成できないのかなと思うと残念だなと思ったりもしますが、まあ例えば国立公園などでもですね、ある意味、まあ何らかの規制があるようなそんな場所があったりもしますし、それはそれで仕方のないことかなというふうに思うことと、今回はですね、あとは入山料というか、
お金も取るようになったということで、それによってさまざまなところが整備されたり、登る人もですね、ある程度の負担をすることによって、楽しむことが、今までよりもですね、マナー、それから、登る人の人数、渋滞緩和なども含めて、気持ちよく登ることができるのであれば、そういう入山料などもやむを得ないのかなと思ったりもします。なのでこれから先、今のですねインバウンドがたくさん、訪日外国人の方々がたくさん、来られる中で、問題となっているオーバーツーリズムみたいなものもこういうところに現れてきますし、そういうオーバーツーリズムに対応するためにもですね、入山規制、それから通行料というかですね、入山料など、そういった意味での手数料を徴収して、それをまた有効に役立てていくというようなこともこの聞く順序ということで、これが一つの呼び水となって、他の地域とか他の観光地などでも同じようにですね、富士山を習って、富士山を見習ってですね、様々な、制限といったらちょっと表現が悪いかもしれませんけれども、ある程度のですね、そういった何らかの手段を使って、いろいろな方々が楽しみやすいような観光地にしていくというようなことができるかもしれないなというふうに思ったりもします。そういうことでですね、何もなくて穏やかに過ごすことができるということがあれば一番ですけれども、やはり人気があるところはどんどん人が集まってしまうということになるので、ある程度の人気が出てきたり、それからですね、状況、インバウンドの人数が増えていくというようなことで、状況が変わってくれば、それにその状況に合わせた様々な規制、もしくはですね、制限というものが必要になってくる場合もあるし、またそれがですね、場合によっては逆に必要がないということで規制を緩和するということが出てくる場合もあるかもしれないし、いろいろな意味で日本も含め世界も含め、臨機応変にそのような対応をしながら、いろいろな人がですね、多様化の中で、お互いに気持ちよくいい距離を保ちながら、過ごすことができる、観光を楽しむことができる、登山を楽しむことができるという社会になっていくといいなということを思って、今日はですね、7月1日から富士山の入山規制が始まったことに学ぶ聞く順序という四字熟語を学びました。ということで、今日もですね、昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は 39,631円06銭、 39,631円06銭ということで、先週末の金曜日に比べるとプラス47円98銭、プラス47円98銭ということで、50円弱程度の値上がりということでしたけれども、39,600円台ということで、昨日は取引を終えています。円ドル相場については1ドル161円01銭から03銭1ドル161円01銭から03銭ということで、先週末の金曜日に比べると9銭の円安ということで、昨日は161円台を超えたところで円安が進んで取引を終えていたようです。ということで、今日ですね、音読の題材に取り上げていきたい一つ目の記事については、今日の日本経済新聞のですね、政治外交欄ということになりますけれども、こちらも昨日の7月の1日時点で、この自衛隊がですね、できたからですね、自衛隊の創設から70年ということで、この自衛隊のですね、創設から70年ということで、このコラムというか記事の中で、新冷戦下の自衛隊という上編の記事で、この後中編下編と、あるのかもしれませんけれども、この自衛隊創設70年ということも含めて、今のこのですね、新冷戦下の自衛隊という記事から学ばせてもらいたいなと思います。サイバー宇宙も統合任務、日米アジアで即応体制、新冷戦下の自衛隊。自衛隊の創設から7月1日で70年を迎えた。アジアの安全保障環境が米中新冷戦の最前線となり、自衛隊の役割は大きく変化した。日米はサイバーや宇宙などの幅広い領域で指揮統制を連動させる。激変する国際情勢のもと、自衛隊にできることを増やすための政治決断も迫られる。米国インド太平洋軍のパパロ司令官が5月3日の就任後、初の訪問先に選んだのは日本だった。
5月29日自衛隊制服組トップの吉田統合幕僚長を防衛省に訪ねた。吉田氏がねぎらいの言葉をかけると、パパロ氏は日米同盟はインド太平洋地域の平和と安定にとって非常に重要だ、だから日本に来たと語った。70年の時を経て自衛隊は信頼できるカウンターパートになった。米国の核の傘に日本が入る状況は変わらないが、かつてのように米国が攻撃を担う矛、日本が守りに徹する盾の関係にとどまらない。自衛隊は国際協力の要請に応え、1991年の湾岸戦争後に初めて機雷除去で海外活動した。そこから様々な形で任務の幅を広げた。特にこの10年間は自衛隊が発足して以来最も変化を遂げた期間といえる。ちょうど10年前の2014年7月1日、政府は集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の方向を閣議決定した。万全の備え自体が日本に戦争を仕掛けようとする企みをくじく抑止力になる。当時の安倍晋三首相は狙いを記者会見で説明した。この日を境に政府は防衛力の強化に動き、2015年に安保関連法が成立した。自衛隊が米軍の 船舶や航空機を守る武器等防護は安保関連法に基づく。2022年の国家安保戦略の改定で敵のミサイル発射拠点を叩く反撃能力の保有も決めた。2025年3月までに自衛隊は新組織統合作戦司令部を立ち上げる。陸海空自衛隊を一元的に指揮する常設の組織で、日米の意思決定を迅速にする狙いがある。サイバーや宇宙といった新たな戦闘領域も担う。日本は統合作戦司令部の立ち上げが決まった。米軍の準備もお願いする。木原防衛省は6月2日シンガポールでオースティン米国の国防長官と会談して米軍の対応を要請した。オースティン氏はその翌日、在日米軍司令部の司令官の階級引き上げを検討していると記者団に明らかにした。米側は日本は本気だとの認識が広がる。キャンベル米国国務副長官が日本が米軍の運用方法を変えるよう求めている。米国が声に耳を傾けることが必要だと話した。防衛省幹部は初めて日本が米国に先駆けて対応を求めた案件だ、日米関係はここまで変化してきたと解説する。日本周辺では中国が10年間で国防費を倍増させ 艦船を730隻、戦闘機を1200機ほど所有する軍事大国になった。北朝鮮は核・ミサイル開発を進め、日本周辺に頻繁にミサイルを発射する。ロシアによるウクライナ侵略以降、ロ朝の距離は一気に縮まった。自衛隊が米欧各国の安保のハブの役割を果たす。6月にはポーランド軍の参謀総長が16年ぶりに日本を訪れた。7月後半にはフランス、ドイツ、スペインの空軍の戦闘機などが日本で航空自衛隊と共同訓練する。国内の法整備に課題は残る。自衛隊の任務、権限を定める自衛隊法は国を守るためにやっていいことを並べたホワイトリストを表現される。逆に言えば法律に書かれていないことは対応できない。自衛隊はサイバー攻撃から守るのは防衛関連のシステムのみ、発電所などのインフラ施設は防衛できない、防護できない。世界を見渡せば当たり前に対応すべきことに国内の法律が追いついていない。米国の元国家情報長官、国家情報長官が日本のサイバー対応はマイナーリーグだと問題視するなど、新領域への対応は途上にある。攻撃を未然に防ぐ能動的サイバー防御の導入へ法整備を急ぐ。自衛隊のサイバー部隊は2027年度に2022年度の5倍近くの4000人体制にする。次の10年の間に台湾有事の可能性が指摘される2027年を迎える。中国政府は2035年までに国防軍隊を現代化する目標を掲げ、サイバーや情報分析に重点投資する。
目まぐるしく変化する国際情勢に自衛隊が対処できる環境を整えられるか、備えに充てられる時間は残りわずかだ。ということで、7月1日自衛隊が創設されて70年という節目を迎えたところで、新冷戦下の自衛隊という、まあ、連載なんでしょうね、ノーコラムの上編ということで、これからまた中編下編と続くようであれば、他の記事とですね、自分の興味があるかないかを測りながら、できるだけですね、取り上げていきたいなというふうに思いますけれども、自衛隊をめぐるあり方というものも、この70年間、まあ、もしくはですね、この1991年の湾岸戦争から、そしてこの10年、ちょうど10年前の2014年の7月1日にですね、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定というところからは、目まぐるしく変化があったということだったようです。そしてですね、今度は明日になりますけれども、新紙幣が発行され、いよいよですね、発行ということで、新紙幣こう変わるという、まあ結構大きな見出しの一面の記事があったので、こちらをですね、二つ目の音読の題材とさせてもらって、明日からの新紙幣の発行に自分にもですね、自分でも備えておきたいと思います。新紙幣こう変わる、新たな顔、明治期や活躍の3人、肖像画の向きや角度、肖像画の向きがですね、角度などで変化するというような、仕組みというか細工というか、そういう表現がされているようです。一万円札の顔となる渋沢栄一、1840年から1931年は農民の出身で、江戸時代末期に一橋慶喜、後の将軍徳川慶喜との出会いを経て、幕臣として身を立てた。慶喜の弟の昭武というんですかね、に随行して欧州を訪問し、見聞を広めた。明治新政府では大蔵省、現在の財務省の官僚として活躍。30代前半で退官した後は、実業界に転じ、第一国立銀行、現在のみずほ銀行や東京株式取引所、現在の東京証券取引所といった500ほどの企業の設立運営に携わった。国立印刷局によると、肖像画は70歳の古希のお祝いの時に撮影した写真などを参考にして躍動感を表現するため、60歳代の姿を描いた。1万円札の肖像画の変更は聖徳太子から福沢諭吉に代わった1984年以来となる。2004年に紙幣のデザインを刷新した際は、1万円の肖像だけはそのままにしていた。新5000円札の顔に選ばれたのは津田梅子。1864年から1929年で女子英学塾、現在の津田塾大学を創設するなど、女性の地位向上に力を尽くした。日本で初めての女子留学生として6歳で岩倉智美ら使節団の一員として渡米したことでも知られる。お札に描いたのは女子英学塾を立ち上げた頃の姿で、教育者としてのキャリアを築いた30歳代の写真などを参考にした。新たな千円札の顔は北里柴三郎、1853年から1931年で世界で初めて破傷風菌の培養に成功し、血清療法を確立した。慶応大学医学部や日本医師会の創設にも関わり、近代日本医学の父と呼ばれる。お札の肖像画は50歳代の写真などを元にしている。新紙幣の裏側は1万円札に東京駅舎を、5000円札に藤の花を、1000円札に葛飾北斎の名画、富嶽36景の一つ、神奈川沖浪裏をそれぞれ描いた。福沢諭吉、樋口一葉、野口英世らでおなじみの現行紙幣は7月3日以降も問題なく使える。旧紙幣が使えなくなると偽り、新紙幣との交換のための送金を促す詐欺被害に遭わないよう気をつける必要がある。日本銀行券は、お札にはいつでもどこでも受け取ってもらえる強制通用能力があると定める。財務省の調査では、6月末時点で金融機関の ATM の9割以上が新紙幣に対応できる見通しだとしていた。スーパーやコンビニエンスストアのレジは8割から9割、飲食店の券売機は5割ほど、飲料の自動販売機は2割から3割を見込んでいた。券売機など機械の入れ替えには費用がかかる。
クレジットカードやスマホのアプリを用いたキャッシュレス決済が普及する中、新紙幣への対応を見送る店舗もある。新紙幣の発行は、民間金融機関が日銀に預けている当座預金から新たなお札を引き出せるようになることを指す。7月3日以降、金融機関を通じて個人や企業に行き渡っていく。新紙幣は2025年3月末までに合計74億8000万円、8000万枚が刷られる。2004年の際は1年間で流通する紙幣の6割程度が新紙幣に入れ替わった。現在はキャッシュレスなど決済手段が多様化しており、20年前ほどのペースで浸透するかは不透明との見方がある。寸法は3種類とも今の紙幣と変えていない。偽造防止のため世界で初めてお札に取り入れた 3D ホログラムが主な特徴といえる。例えば1万円札を手に持ってひらひらさせると、表の面の左側にあるストライプ部分に印刷した肖像画の向きや各種の模様が角度によって変化する。光に透かすと現れる肖像や模様の突き入れは現在の紙幣よりもさらに高精細となる。肖像などには新聞や書籍で広く用いられている凸版印刷ではなく、版の印字部分を削ってインクを乗せる凹版印刷の手法を採用した。中でも数字や識別マークには特にインクを高く盛り上げる負荷凹版印刷を用いた。誰にとっても分かりやすいユニバーサルデザインにもこだわった。1万、5000、1000といった要数字を大きく表示し、漢字を読めない外国人観光客らでも見分けがつきやすいよう工夫した。負荷凹版印刷で描いた11の斜線をお札ごとに異なる場所に印刷し、目の不自由な人が触って認識できるようにもした。紙幣は日本銀行法に基づいて日銀が発行するため日本銀行券と呼ぶ。肖像などの図柄は財務省が決める。定期的にデザインを変更し偽造の防止につなげている。原版作りは工芸館という専門の職員が担い、職人技術を発揮しているということですから、20年ごとに本当に変わっているということですね。この前は2004年ということで、その前の聖徳太子から福沢諭吉に変わったのは1984年ということですから、本当に、20年ごとということですけれども、キャッシュレスが進む中で、どれだけのスピードで紙幣が入れ替わっていくのかは分かりませんけれども、一応明日以降はですね、徐々にこの私たちもの市中というかですね、普通の中銀行だとかとかからも少しずつ出てくるかもしれないということで、少しですね、こういうことに興味がある人たちが最初に手に取った紙幣だの何だのみたいなものを SNS に上げていくかもしれませんけれども、いずれはですね、必ず私たち国民全員が手にすることになるわけですし、慌てずともですね、そういうお札が来る時というものを待ってみたいなと思います。ということで、今日は2024年令和6年の7月2日の火曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。